はい、みなさんこんにちは。2019年、ここが出た満,満館本試験回答速報。えー、私はですね、えー、っと民法区分法、まあいわゆる法令系を担当します。えー、小野と申します。よろしくお願いいたします。さあ、今私2019年と申し上げたんですが、あの試験はもちろんね、令和元年度になってましたね。令和元年度マンション管理士試験。ね。 えっと皆さんお疲れ様でございました。はい、で私大体15分ぐらいね皆さんにお話をしようと思ってるんですが、えー、ただ一番最初にあ、ねまあ、とりあえず、えー、断っておかなければいけないのはあの私の方からですね,ねあの合格基準点がどれくらいになるかとか、まあ、これ言えないんです申し訳ありません。 えっと私は民法とか区分法ねこちらのまあ総括的なお話をさせていただきます。で例えば実務系ですね規約ですとかそういった実務系の部分を太田先生まあそれからあとはですねいわゆる設備系そのあたりをですね亀田先生が担当なさいます。でまああの現段階でねデータが全くありませんデータが全くない状態で私お話をしておりますね。えっ、ー、と回答を出したんです。 頑張ってね我々頑張って回答を出しましてだから、えー、どういった傾向かなとか、まあ、どういった雰囲気かなと、えー、いうことをお話しはできるんですがまあ合格基準点がどれくらいになるかとか、ねえー、それからね何点取らなきゃいけないかとかどういう問題の何番が正解値るとか、えー、この辺りは触れることができないんです申し訳ありません。まあおそらく多くの皆さんねえー、っとねただ問いの一番何番正解だよとか。 あとはね何点取ればいいんだよと、えー、いうことを気にしてこの動画ねご覧になっている方いらっしゃると思うんです、えー、そこは申し訳ない私の方からは言えないんです、えー、後日ちゃんとねまあレックとして公表いたしますのでそちらの公開をお待ちいただければと思いますさあでですね私の方はですねえー、っと民法とか区分法なんですがえー、っと問題の数等々は結構オーソドックスでしたよね まあ、あの例によってね私いつも申し上げてるんですが区分法が難問いいいうのは言いにくいんですよね、えー、例えば区分法だけの問題もあれば区分法法び民法ですよねあと問いの8番なんかね、えー、問いの8番どうしようって太田先生と話し合ったんです。えー、問いの8番は区分所有法民法不動産登記法および民事執行法。 まあ4つの法令の総合問題という形になっておりますんで、ね、まあですからここに至ってはですねまあ実務系法令である不動産投票ね、えー、こちらも入っておりますんであと民事執行法とかね、えー、そちらの部分という言い方もできます、えー、ただまあ答え何番とはちょっと申し上げられないんですが申し訳ないけどね、まあ、ただ まあ基本中の基本で答え出ちゃうかなという問題が問いの例えば問いの8番かなと思います。あとはね、えー、と後ろの方いきますとねあのね被災マンション法ね、まあ、い,わゆるいわゆる被災マンション法ですね、まあ、あの被災区分所有建物債権等に関する特別措置法ねいわゆる被災マンション法とか、えー、まあそれからあとはですねえっ、ー、とね普通にも、ね、円滑化法も一問出てましたよね。だ出方としてはオーソドックスです。 まあ全部でね法令系でいきますとねえっとまあ勘定すると全部で1234567891011121314151617そして18とねまあ大体いいそのぐらいがねいわゆる法令系ということでまあ問題の数もそれほどね極端に定義してるわけじゃありませんよね。さあということで出方としてはオーソドックスだったかと思います世代の方法としてはね。 まあでですね、えー、っと例えばですねまあ令和2年ね4月1日、まあ、2020年4月1日からね改正をされるんです。まあ、ですからその辺りどうするかなと思ってましたらまあそこにめがけたような問題っていうのは、まあ、なかったですよね。例えば時効の中断だけ聞いてくるとかね。 ええー、瑕疵担保履行法だけ聞いてくるとか、瑕疵担保履行法じゃありませんね。瑕疵、ね、担保法ね、ええーね、瑕疵担保のとこだけね、聞いてくるとか、まあ、そこだけ狙ったっていうのはなかったですね。まあ、ですから、ね、そのあたりはね、えー、まあ、あえてね、出す必要もなかったんじゃないかと思ってますけど、ただ、受け請負契約とか出てきましたからね、えー。あまり改正は意識してなかったのかと思います。まあ、請負契約もですね、結構、あの、ね、新しい民法で改正なんかもされているところです。 まあということでね、ちょっとその改正民法についてはまた別のテーマなんで、英語で触れることはできませんけどまあ、ただね、何かこう、まあ、今までね、出ているないところとか、まあ、そういったね、特に狙ってくるようなところはなかったかなと思いますで。あたりね、その改正民法に関しましてはですね、やはり若干意識をしていたのかなって印象はあります。ただ、まあ、そう言ってもね、じゃあね、えー、以前から、ね、まあ2018年までね、 じゃあね民法は改正されるような部分について集中的に聞いてきたかっていうとそうでもないからまああまりねそのあたり意識はしてないのかなと思いますさあでですね、えー、今回のこのね、まあ、法令に関してなんでございますがうん実際私ね、えー、これ問題解いてで回答を出すにね一生懸命、ね、頑張って回答を出してね、えー、まあガス出しをはしたんですで印象としてはですね 昨、まあ、昨年年ととと比比較較をををしまますす、ねえー、するいいいう言い方をさせてもらいます、ね、例えば3年前とか4年前とかね言ってもピンとこないかもしれないしやっぱりほらあの試験というのはね、えー、まあ若干特徴があって難しかったり優しかったりね上下しますから、ねまあ、だからね、えー、特に何年前とかいう話をしてもね、まあ、意味が通じないと思いますので昨年ということにいきます。 えと昨年に比べますと問題の作りり方はかかなな工夫をしてきてきるかなって印象があるんですまあね要するにまあただ単にね条文の、ねえー、切りはりのようなやつ判例の表現の切りはりのようなやつがポンと出てきて「でもって何これ見たことあるもんね」とかね、えー、そういったものではなくてやっぱりこうひねったような表現 えー、あるいは同じようなテーマでもね、えー、過去に取材されたような同じようなテーマでも、えー、角度を変えてきてるとかあとね、えー、こういう表現を使ったらねまあそれは取材とかが見抜けないかもしれないななんていうねだから表現に関しましてはかなりこれ工夫してきてるんじゃないかと思います。ですが皆さんね、えー、今年例えば受験なさった皆さん、ねえー、受験なさった皆さんね なんかこうやりにくさを感じた方も中にはいらっしゃるかと思う。まあなんというかね過去問をやっといてね過去問と同じように出てきたというのはあまりなかったかという気がします。ただねまあこれも皆さんね好印象を持った方もいらっしゃるんじゃないかな。なんかできた気がする。まあ例えば四試ありますよね四試ねえ正しいものはどれかと。 言うんで例えば正しいものはどれかっていうんで例えば4番が正解したとしますよ。1番2番3番4番じゃあ「××××丸としますよ。えー、例えば1番2番ね「絶対に誤りですか?」って「自信持って誤りの理由言えますか?」っていや言われるとね「いやちょっとそれは」っていう感じ。でも4番「いやこれ正しいじゃん」とかね逆もあるよね。えー、例えば誤っているものはどれですか 1>, 1番2番3番4番4番答え謝ってる4番まあ1番2番3番が正しい4番誤りまあ例えば1番2番3番ねいや本当に正しいのって絶対って言えるって言われたらねいやそこまで言われたらちょっと自信ないけどさでも4番答えじゃないのいう感じ、えー、そういったような印象でねまあなんかできちゃったんじゃないかな感が強い方もいらっしゃると思う そういうのがやっぱりね、えー、今年の特徴かなって印象があります。だ私もですね、えー、その回答を出すときね、もう本当にあのえー、っとまず六本ですね不動産六本ね置いて、で、あとはインターネット繋がってるんですよ。でネット端末を使ってね、でいろいろあれこれあれこれ調べます。だからえー、っと一番困ったのはですね、正しい選択肢、正しいという根拠。 あの名文にボンって書いてあればいいんですよ。ただ、えー、事例問題なんかでこういうケースどうって言われたときにそんなものズバリがないとまあ多分同じような判例があるから同じような扱っていくんだろうとかねやっていくんですけどねまあだから答えは出るんですよ答えは出ます、えー、ただしねじゃ本当にこれそのものがぴったりまあ,あね同じものが条文のばんね、えー、表現にあるのあるいは 反例の表現にぴったり同じものがあるのって言われると、まあ、若干違うけどさというものがあったんです。まあですからね、100%の確信を持って根拠を取るというのは難しいということがありました。あとはですね、ちょっと皆さんね、えー、例えばね、受験なさって皆さん分かったかな。あのほら、問いの、ね、17番とかね、えー。問いの17番で、ね、あのこれ普通に相続の話かなってね、えー、と思って読んでいったらね、 い解説しようと回答しようと思っていたら、えー、と特別代理人だけに焦点を当てたって誰だよと、ね、いうところは確かにこれをね囲んで聞かれたこともないしそのままズバリね、えー、と特別代理人についてね細かく聞かれたこともないから、まあ、ピンとこないかもしれないけど、まあ、全体としてなんとなく当たっちゃったんじゃないっていう人もねいるような気がするんです。 何かっていうと特別代理人についてはあまり知識なくてもね要するにえっ、ー、とまあお母さんとか、ね、このケースで行くならば、まあ、配偶者って書いてあるだけですからねお母さんと限らないんだけど、えー、とお母さんと限りませんねお,お父さんかもしれないけど、ね、まあお父さんお母さんね、えー、どちらか自分の子供の、ね、代理人として何かやろうとしているところが、ねえー、そのお父さんお母さんが代理人としてやろうとしていること自体が えー、子どもの利益と反するケースがあるまあそういう時にはやっぱりお父さんお母さんが代理になっちゃまずいんじゃないのという発想で特別に代理人ね、えー、本来はお父さんお母さんが代理になるべきところを別の方に代理人になってもらおうなんていうね特別代理人というのがあるんだけど。えー、ということね。だからそのあたりが 利益相反というね、発想があれば。ね、え、まあ、利益相反行為の時にはっていう発想もしあったとするんだろうならば。なんと長くできちゃったかなって方もいらっしゃるかと思う。で、これ、根拠取るの偉い大変になったんですよね。ね、要するにほら、名分なんかないんです。全部裁判手続きね。判例とか、あとは裁判手続きなんですよ。裁判所の手続き。ね、そこから掘り起こしましてね。どういう手続きで、特別代理人を選任するかとか。 えー、そういうところが根拠を取っていったんですけど、ね、だ皆さんはそれをね何の資料もない状態で試験会場で解かなきゃならない。となるとある視視点点がが必必要要ですよね視点が必要だその視点っていうのが、ね、えー、利益相反するような場合これ勝手なことをされたら、ねえー、お父さんお母さんと子どもたちに利益がね相反するじゃないかというようなケースの時には特別代理人という制度があるのかななんていうのが。 なんとなく見えた人はなんとなく当たっちゃったかってものがあると思いますまあだから私のね印象としてはねえっ、ー、と法令なんかも去年に比較するとレベルは上がってる気がするんですよええ去年に比べるとレベルは,ベルはね若干上がってる気がするまあだから試験内容ねええー、テーマもねあのまたね相応が広がっちゃったしねまあそうですね主範囲が広がっちゃったしまあそれから細かい表現なんかも多くってね そこ聞くってねその一言聞いてくる前か後かとかね、えー、その一文字とか一言のタイミングを聞いてくるっていうようなものもねあるんですだか細かいものも多かったんでまあ昨年と比べるんであるならば若干レベルは上がった気がするただし、ね、極端に上がったって気がしないんですまあ要するにね試験というのはね今言ったように4四角一一で 例えば「○○××」ね絶対○ですか間違いないでしょうね根拠を言えますかっていうんで「丸をつける必要はないわけでしょいやよくわかんねいよくわかんねいよくわかんねえ×ねえねえじゃんってこの答え出せるからねまあそういう観点でいくならばその極端に下がるとは思わないんです。まあというわけでね、えー、と法令に関していきますとまあ細かく細かく一し一種分析していくんであるならばまあレベルは上がってると思う。 で出題者がもねそんなにバレバレの問題選択肢とかねあまり作ってませんまあだから要するに読み違いをしたいとかね勘違いをした人っていうとえっとねケアレスミスをするような問題もあったと思うだそういう意味におきましてはね、えー、昨年と比べるとレベルは若干上がっているかと思いますまあただねえー、っと要するに答えは出てしまうんじゃないっていうやつ、えー、答えははね、えーまあ、これは 正解は出るよねっていったような問題も、えー、まあ散見されてますまあというわけでその極端に、えー、去年よりも難しくなったって印象はありませんだレベルといたしましてはね、えー、まあ昨年程度よりも若干難易度上がったかなと、ね、まあただねあと個数問題がね、えー、全部で8問ありましたで法令でも2つありましたよね、えー、個数問題全部で8問あったんでだからねなんとか規約のところでもね まあまた個数って言うんで個数問題がやたら増えたなんて印象があったと思います。まあそういうことから言ってもね全体としてはえー、っとやっぱりね難易度が上がってるかって気がするんです。えー、ただそれがね、えー、どうやって影響するかわかりません。えー、私今そういった印象を持っているだけでね。えー、もしかしたら受験生の皆さんもねいやお前そう言うけどさってね当たっちゃったかもしれないと思う問題もなかったよとかね方がいらっしゃるかもしれないしね。えー、もしかしたらねそうなんだよって。 そそそうそうそう当たっちゃうんだよな、ね、あの問題ってね。いう方もっと多数いらっしゃれば A の A 合格点も上がるかもしれない。で「ただお前はそう言うけどさ」ってこんな簡単に当たらねえよっていう形であるならばもっと下がるかもしれないそれは分かりません。あと個数問題もね A 個数問題8もあったけど、ね、な言うほど難しくねえじゃんということかもしれないしやっぱ個数厳しいよってこともあるかもしれない。だ実際どうね、A、要するにね点が動くかっていうのはこれはデータを見なきゃ分かりません。 現段階ではね、私の印象といたしましては昨年よりもレベルは上がったけど極端に難しくなったって印象はないというのが法令であったということをね、最後に一言ということでさせていただきます。さあともあれね、えー、と令和元年度の満、ね、ン,ン解消試験皆さんね、えー、受験した皆さんお疲れ様でございました。まあ今日はゆっくりね、えー、今日明日ぐらいかなゆっくり休んでいってください。 はい、では私ね、えー、以上といたします。皆さんお疲れ様でした。